ピアノ、いけてスまライすかスね。ショー。はい。ちょっと途中動画入れてるんですけど、ちょっとデータの都合で、スコア、A19TM024 の谷瀬です。今回スコアチェーンっていう名前で、大学などの、生徒の成績の情報とかを管理するシステムを作りました。で、研究背景です。まず現在ですが、個人情報などの、重要な情報は多くの人が関わっているので、そういった情報を扱う場合は、多くの人の共有と許可が必要不可欠。で、そういう許可と共有に、いろんな人が関わっているから、大切に扱わないといけなくて、そのために多くの時間と労力がかかるため、例えば大学の成績だったら、成績が確定するまでに多くの時間がかかると。と、あれ。はい。まあ、確認や、書類に多くの時間がかかると。で、従来の技術なんですけど、学生の成績という、まあ、多くの、教授、なんなら管理者が管理する必要があるために、一人一人の、それぞれの教科ごとに多くの確認があった後、確定し、学生に、成績の公開が行われると。で、そういった過程の間で、情報の漏洩がないように注意を払う必要があるため、現在の技術では共有に手間がかかってしまう。まあ、学生がいて、で、そこから先生に、成績の浄土っていうんですかね、確認が行く。その後に、上の方の管理で確認が行われた後に、改めて生徒の方に、成績の提示が行われるという流れのはずです。で、今回の提案のシステムの概要なんですけど、ブロックチェーンの技術により全ての作業を、ブロックチェーン上で行うことが確認しました。で、ブロックチェーンなんですけど、まず管理者がブロックチェーンをシステムを作ります。で、学生が、次に作業し、先生、検証。で、最後に家族っていう流れです。で、この過程なんですけど、まず管理者がシステム設計を行い、学生が履修登録なので、教科の登録を行う。で、その後、先生が、学生の成績を登録し、次に検証を行う人がデータの確認を行う。で、それぞれの確認がし終わった後に、改めて家族、7学生も、その成績の情報の確認ができるという流れです。それぞれのファンクション、関数の説明です。まず、役割追加についての関数です。アットバリデータ。ちょっとバリデータの意味違うかもしれませんけど、今回、検証という意味でバリデータを作っています。バリデータの役割追加。で、同じくティーチャーの役割追加。スチューデントの役割の追加のファンクションです。次、科目の管理のファンクションです。レジスターサブジェクトは、大学の科目の登録です。例えば、実験室の科目を登録するなど、そういう過程です。で、アットサブジェクトの方は、学生の履修登録の方の科目登録。次に役割追加です。役割追加。間違えてますね。成績の確認です。アットスコアは、先生による学生の成績の登録。で、スコアチェックティーチャーは先生により改めて成績の点数を確認を行う。で、スコアチェックバリデータは同じくバリデータによる、科目の成績の点数確認を行う。で、次です。登録情報の確認です。点数の確認をした後、改めてすべての生徒の成績を確認した後に、この科目を公開していいかという先生による科目の確認です。で、その後、バリデータによる、この科目は、公開してもいいよという確認をするためにもものです。で、ビュースコアは、この2つの確認で、ブールが true になったときに、改めて、初めて、確認できるような関数です。なので、このサブジェクト OK とアロービューで、ブール値が、true になってない場合は、これの確認はできないようにしています。で、ちょっとこれは確認用なので、システムにはあまり関係ないんですけど、今回の、システムは、科目の登録するときにナンバリングをしてて、例えば1番目に
実験 C という科目を登録した場合は、大学が登録した場合はそのナンバーを1。で、その次に、何かな。実験 B っていう科目を2番目に登録したい場合は、そのナンバーを2っていうふうに、スタックのように、ナンバーを、つけるようにします。で、その後、この科目どのナンバーかっていう確認するように、科目のナンバーを確認するような関数。で、こちらは、学生の履修した科目、教科数の確認ですね。これも、学生の履修登録はスタック上に、どんどん、科目を入れていく仕組みになっているので、後ほど科目数を確認する場合は、これを、で確認を行っています。あまりシステムには関係しませんが、デバッグ処理などで使いました。次にストラクトです。ストラクトメンバーは、各メンバーの名前と役割、バリデータであって、ティーチャーであって、ストゥーデントであって、どれかっていう役割です。で、ストラクトデータは学生の成績の情報です。成績、点数であったり、そういったものです。サブジェクト、そういうことサブジェクトは教科の情報です。また改めてコードの方で説明します。次、モディファイアです。プリンシパル、システム管理者により実行可能。バリデータ検証者のみ、ティーチャー、先生のみ。で、スチューデントは学生のみのモディファイアです。次にコードです。先ほど説明しましたが、メンバーは、ネームと、役割。データは、まず一つ目のものが、生徒が、スコアのか閲覧を可能か。で、登録した、科目のナンバーの配列。で、次に、その科目のナンバーに応じた、点数の配列です。そうですね、他は。で、アストラクトサブジェクトは、チェックサブジェクト。ティーチャーがこれ、この教科は公開してもいいよっていう許可を与えるための、ブール値。あとそのサブジェクトナンバーですね。も入れてます。他は大丈夫ですかね。で、成績の確認と登録の部分です。スタックを利用した理由なんですけど、ちょっとそれでいてあまり理解できてなかったんですけど、その生徒が登録した教科が本当にその正しい教科なのか、成績を、履修登録をした教科なのかっていうのを教師が確認するようで、生徒が登録した、教科数で、すべて、フォア文で全部回して、で、その中に本当にその登録した教科のナンバーがスタックに入っていたら、操作を可能にするっていう感じにしています。もう少し多分簡単なやり方だったと思うんですけど、ちょっとわからなかったので、この方法にします。なので、もしもそれが、違った場合、できなかった場合は、リバートっていう、関数で、もしもこれ条件に合わなかったら、エラーを表示するっていう関数を見つけたので、その関数をいろんなところで使っています。なので、ストゥーデントの成績の確認のところでも、まず、バリデータや先生などの許可がない場合は、成績の閲覧が許可されてないというエラーを出すようにしていますし、学生科目が誤った入力であると判断した場合は、そのようにエラーを出すようにしています。ビデオです。ちょっと先ほど言った通りに、スピードを速くしてしまっているので、ちょっとわからな、よくわからなかったらまた言ってください。まず、初めに先にもデータを入力してるんですけど、まず、プリンシパルですね。システム設計はこのアドレスにしています。で、次に科目の登録です。科目の登録じゃないですね。ちょっと、すいません。ちょっと戻ります。そうですね。まず、バリデータの登録を行っています。IDEA も先に入力を。すいません。はい。まず、バリデータの入力を行っています。次にバリデータにアカウントを変えた後、ティーチャーに、権限を、次にストゥーデントに権限を与えます。で、その次に、符号理論という科目を入力し、次に実験 C という科目をの2つをまず登録しています。それから大学側による登録ですね。で、次に生徒の、アカウントに変えて、生徒が実験 C という科目を履修登録したとします。で、続きに先生の、
アカウントに変えて、先生が学生の ID で実験し、80点という点数をつけています。で、次に、先生がこの実験集を公開してもいいよという許可を与え、次にバリデータにアカウントを変えて、バリデータが、この教科も、公開していいよっていうし、指示を与えます。で、最後に、スチューデントが両方の許可をもらったので、点数が80点というふうに、閲覧することが可能になったという次第です。もしもこの先生とバリデータにより許可がなかったら、エラーが出て成績の閲覧ができないようになっています。ビデオは以上です。ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ほぼ完璧なのシステムに開発しましたんですね。いろいろできました。で、皆さん質問がありますか？じゃあすいません、ちょっといいですか。はい。AHQTN048 の米田裕樹です。関数のところちょっと見せてもらっていいですか？コードの方じゃなくて。すいません。アロービューっていう関数があったと思うんですけど。どういうところかな。はなんか、バリデータによる、い。科目確認っていう、その関数なんですけど、はい。その関数は、例えば、どういった時に使用するかとか、そういうのって、なんか、考えてたりしますか？まず、アリオビューの中身なんですけど、はい。アロービュー。アロービュー、これかな？アロービューなんですけど、アロービュー自体は、まず、学生が成績を閲覧するために、必要な、権限として、まず、ティーチャーによる、この教科は閲覧してもいいよっていうものと、バリデータによる、この教科は閲覧してもいいよっていう許可のために、ロービューっていうのを入れてます。まあ、ちょっとこれだけだったら、バリデータ何を判断してアロービューをしてるかっていうのはわからないと思うんで、そのために、どれだったかな。ちょっと待ってくださいね。これですね。バリデータより科目の点数確認っていうのをもう入れてて、で、このスコアチェックバリデータっていうのは、ファー文で、スタックを回して、その生徒の点数がどれくらいのものかっていうのを確認できるような関数を入れてます。なので、この関数をバリデータが、使うことによって、生徒の、教科の点数の確認をして、その後で、アロービューをすることによって、バリデータも、許可を与えてるって感じです。なので、生徒の確認には、先生の許可だけでもなく、バリデータの許可もあった上で、スチューデントの成績を確認をする必要があると思ったので、バリデータの関数も入れてます。なるほど。じゃあ、バリデータが、その先生が確認したデータを一通り見てから、最後に学生に成績閲覧するのを OK を出すっていう感じですか？そうです、そういうことです。あ、理解できました。ありがとうございます。ありがとうございまはい、ありす。がとうございます。いい質問ですね。で、他の質問ありますか？もしないだったら、ここの発表を終わりたいと思います。はい、谷先生さん、ありがとうございます。ありがとうございました。